徳島はすごくうどんが美味しいと聞いてるので、うどんをいっぱい食べて、自分は細いんでうどんいっぱい食べて、まず体作りから始めたと思います。正直行ったこともなかったんで、来た時はちょっと何もないなっていうのは正直なところだったんですけど、僕自身釣りが趣味で、釣りが有名な場所っていうことは知っていたので、まあそんな余裕はないとは思うんですけど、趣味が釣りっていうことで、釣りをここに持っていきたいと思います。以上です。では代わって関口選手。久保さんとちょっと被ってしまうんですが、パワーがすごい大きいなっていうイメージがあったので、僕も釣りをしてみたいなっていうのが少しあるんで、まあ、やれる暇があれば釣りをしたいなと思っています。ちょっと公立の選手の皆さんですね、一番私から向かって奥の方から順番に行きましょうかね。では生田選手から、はい、お願いします。まあ、今までの3人とちょっと被るんですけど、徳島は本当初めてだったので正直あまりわからないのですが、盆踊りというそれはちょっと聞いたことあるんで、あ、盆踊り、すいません、すいません、盆踊りそういうイベントに参加するっていうことがあるって聞いたので、それは楽しみにしています。すいません。徳島のイメージはすごくその気候的にもあったかいようなイメージがあったんですけども、少し今週ちょっと寒くてびっくりしていました。であと私自身すごいお魚が好きなので、すごくお魚美味しそうだなというイメージを持っております。でまたあと一度でいいので渦潮を見に行きたいと思っておりますので、なんかおすすめのスポットがあれば教えていただけたら幸いです。よろしくお願いします。では代わって山下選手お願いします。徳島のイメージは、正直何も分からない状態で来たので、最初は田舎かなと思ってたんですけど、まあ来たらたくさんこのようなゆめタウンのような場所があるので、ちょっとホッとしました。やりたいことはちょっと川見て大きかったんで、夏になったら泳げたらいいなと思っています。では関口選手。徳島のことはまだあんまりわからないので、これからまた新しいものを見つけて趣味を見つけて楽しみたいと思います。さあそして三國選手いかがでしょう。徳島の印象というか、まあ、自分が育ったところが若干ちょっと似てる雰囲気、ちょっとホーム感があるのを第一印象感じたんで、まあ、これから一人で散策して何があるかとか、まあ、見つけて、まあ、過ごしていきたいと思います。ではどうぞ鈴木選手お願いします。徳島の印象は、川が広いなと思ったのと、あとそうですね、食べ物が美味しいと聞いたんで、いろいろ食べたりしていきたいなと思いました。で、やってみたいことは、まあ、とりあえず僕は練習しかないと思って練習を一生懸命やって頑張りたいと思います。はい、では代わって森田選手いかがでしょうか。自分は徳島のイメージは阿波踊りと、あとは暖かい気候なので、さっき自分買い物しててもやっぱ暖かい人が多いなっていうふうに、僕は困ってる時に話しかけてくれたり、暖かい人が多いなっていうふうなのは感じました。では最後に金子選手いかがでしょうか。徳島の印象は、森田君と被るんですけど、すごい人情味が厚い人たちがいっぱいな県だなと思って、すごいいいイメージを持ってます。やってみたいことはまだ綺麗、日にちも経ってないので、これから見つけていこうと思っています。ありがとうございます。ぜひ徳島にまだ来たばかりの新入団選手ですので、ファンの皆さんもですね、徳島のことをいっぱい教えてあげていただければと思います。ありがとうございました。